午前5時ごろの稚内市沼川です。最低気温は 0.4 度と11月上旬並みの気温となりました。上空の寒気と放射冷却の影響で、今朝は道東の太平洋側を中心に道内64地点で今季一番の冷え込みとなりました。いや、今日寒かったよちょっと暖房入れたや。今日の道内は各地で20度前後まで気温が上がる見込みです。大雪山系の黒岳では今月21日、去年より13日早い初雪が降り、早くも秋から冬へ向かう北海道。気温差の大きいこの季節、体調管理にはいつも以上に注意が必要です。